現在7時54分、8時ちょっと前です。この時間帯はだいたい私は食事をこのキッチンで取ってたりします。そして食事を作る時間帯でもあったりするので、ここで火を使います。換気扇が使えないので、このように窓を開けます。すると目の前には車がね、排気口を向けてこっちに向かって止まってるわけなんですけれども、よりによってディーゼル車、大きい車の方がこのキッチンの扉の目の前で止まってるんです。そうすると、あの車もだいたいこの時間帯に出ていきますので、排気ガスをもろに食らってしまうんですね。